はい、皆さん毎度毎度、本日もね、定例会のコメント返しの蒸し返しだね。はい、長塚先生ね、兄貴が、新規オープン、まあ偉いね。で、1ヶ月間ね、すべての全メニュー半額でやる。まあこのね、2月の中旬ね、クソ暇な時期にね、まあオープンだからね、まあ何をやったって暇だからね。まあこれがね、1ヶ月間半額でやるのがいいのか悪いのかね、自分もちょっと経験がないからね、なんとも言えないけどね。で、あといろんなお客様来るからね。これね、ご年配の方ね、ご年配の方を半額でやるのと若い世代の方を半額でやるのとね、全く違うからね。若い世代ね、30代、40代ぐらいの女性の方来るとね、髪の毛がとにかく多いからね、毛染めほんと2本ぐらい使う場合あるよね。全体染めしてくれとかね。年配のね、毛染めだったら 30g とか 40g ありゃね、十分間に合っちゃうっていうの。ただ、若い人来るとね、チューブ1本絞ってね、根元全部染めてね、で、毛先も染めてくれ、中間部分も全部染めてくれて、髪の毛多くて太くて硬くてね、2本、3本使っちゃうと赤字じゃねえ。何か意地が悪いお客様というか、頭の悪いお客様だとさ、最初に長さどうしますかって聞いてもね、わからねえとかって言うんだよね。それでもって全体に染めてからね、で、染め終わってから長さ切り始めるとね、バッサリショートに切って思いっきりすくとかね。ほんじゃ、何じゃ毛染めみんな捨ててるみてえじゃん。だってシャンプーも髪の毛多くて硬くて、ね、めんどくせえやつをね、洗ってね。あれ、そういうお客様はやっぱり何も考えてねえのか。何なんだろうね。本当にね、低料金にするとそういう方が来るんだよね。そんでわざわざ美容師さんとかお店にね、負担とね、手間暇かけさせて優越感に浸るようなお客様ね。こういうのにやっぱり対策を取るべきだよね。半額でやるとね、いろんな方がね、特にやっぱりお金に厳しい方、せこい方っていうのが寄ってくるから、これ注意なんだよね。で、やっぱりね、カットっていうのは、毎月切る、揃えるぐらい2ヶ月以下のカットだよね。それとやっぱり半年置き1年ぶりにカットするような方の場合、値段変えるべきだよね。ただ単に半額にするんじゃなくてね、ヘアカラーもね、標準使用料っていうのを決めておいてね、それを超えるものに関してはね、別途請求するっていうのを、これ別途請求しないとね、過酸化水素でね、余計に薄めたくなっちゃうんだよね。過酸化水素ならいいよ。まあ店によったら水で薄めてる店もあるぐらいだからね。兄貴もね、今まで、まあ、若い方が多いお店で働いてたのかな。そうするとね、ショートのね、ご年配の、ただ単に白髪染めするような簡単なお客様、そういうのやっぱり、白髪染めとね、簡単カットね、毎月染めるような方、やっぱりこういうのは巧妙巧みに値段を変えるべきだよね。で、よくやるのが年間パスポート券とか言ってね、パスポート券買うと年間で染め放題でいくらと。あれもどうかなと思うんだけど、まあ、それで成功してる店もあるんだったらそれでもいいけどね。そういうパスポートみたいのあって、確かに、年金もらってるような方が、毎月白髪染めカット来てお得なんだけど、一度に支払う金額が大きいと買うかどうかね。ちょっとうちも経験がないからわかんないんだけどね。でも、新規オープンして、ね、営業してる先生が若いと、ご年配は来ねえか。だからお金のない世代を相手にしなきゃいけないからね。とにかくね、何でもいいからやってみないとわかんないよね。どうなっちゃうかね、今後ね。今の美容業ね、厳しいからね。はい、お疲れ様でした。